1948年のジョージョー・スタッフ・フォードはアメリカ人のトラディショナルポップの歌手で女優でもある。彼女のキャリアは1930年代後半から1980年代前半までの50年間に及んだ。清純な声が評価されたので、元はオペラ歌手になるための声楽の訓練を受けていたが、後にポピュラー音楽の道に進み、1955年までには他の どの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げに達した。1952年の歌 You belong to me は米国と英国のチャートで首位になり、前衛シングルチャートでは女性アーティストによる初の第1位のレコードとなった。カリフォルニア州のコアリンガで生まれたスタッフフォードは12歳で初めてステージに立った。まだ中学生の頃、 彼女は二人の姉とスタッフ,フォードシスターズというボーカルトリオを結成し、ラジオや映画でほどほどに成功した。1938年にスタッフ,フォードシスターズは20世紀、フォックス制作の世紀の楽団のキャストに配役され、スタッフ,フォードは後のパイドパイパースのメンバーに会い、グループのリード歌手になった。バンドリーダーのトミー・ドーシーは1939年に、 彼の楽団のバックアップボーカルをさせるためにグループを専属させた。パイドパイパースとのレコーディングに加え、スタッフ報道はドーシーにソロの演奏で取り上げられた。グループを1944年に離れた後、彼女は一連のポップスタンダードをキャピトルレコードとコロンビアレコードで録音した。録音の多くは、ポール・ウェストンのオーケストラがバックについている。彼女は、ゴードン・マクレイや フランキー・レインとモデュエットをした。第二次大戦中は、ユナイテッド・サービス・オーガニゼーションとの異問コンサートを行い、GI 上のニックネームを得た。1945年から、スタッフ報道・ホードは NBC のラジオシリーズ、チェスター・フィールド・サパー・クラブのレギュラーホストを務め、後には米国で1954年に、英国で1961年に放送された2つのシリーズ。 ジョー・スタッフ,フォード賞などのテレビの特別番組に出演した。スタッフ,フォードは二度結婚した。一度目は1937年にミュージシャンのジョン・ハドルストンと、再婚は1952年にポール・ウェストンとデカレットは二人の子供を設けた。彼女とウェストンはコメディの演目を開拓し、ジョナサンダーリーン・エドワーズというカクテルラウンジでの下手な演奏者に扮して、 有名な曲をパロディーにした。パーティーでの人気の出し物になり、カップルが1957年にエドワーズ夫妻としてのアルバムを出すと広く知られた。1961年にアルバムジョナサンダーリーン・エドワーズ・イン・パリが彼女にとって唯一のグラミー賞の受賞となり、初めて商業的に成功したパロディーアルバムになった。 スタッフォードは1960年代の半ばに演奏家としては大方引退したが音楽業を続けた。彼女は1970年代後半に BGs のヒットステインアライブのカバーをダリーン・エドワーズとして録音すると人気がしばらく再燃した。1990年代には彼女はウェイストンが立ち上げたレーベルコリンシアンレコーズから作品の一部を 再リリースした。彼女は2008年にロサンゼルスのセンチュリー式で亡くなり、ウェストンと共にカルバーシティのホーリークロス墓地に葬られている。彼女のラジオ、テレビ、音楽における業績は、ハリウッドウォークオブフェイムの三つ星によって認められている。ありがとうございます。